はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボリンジャーバンド、一目金公表、ゲラクトレンド進行中、ストーキャスティックス、会シグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベースは上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線下落しております。4時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい。4時間足ストキャスティックス開始グナルが点灯しております。はい。こちら4時間足の一目均衡表です。形状から言いますと下落トレンドの形状ということです。はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい。サポートラインは88円ちょうどレベル。88円ちょうどレベルと考えております。 はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは90円の50レベル、90円の50レベルと考えております。はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ88円ちょうどレベルから90円の50レベル、88円ちょうどレベルから90円の50レベルということです。ポイント、警戒感、交代、リスクオフ終了ということで、はい、本日、アジア時間の東京オープンなんですけども、 アメリカのシリコンバレーバンク経営破綻ということで、はい、リスク。 オフの円買い進行で88円の184まで下落したんですけれども、はい、そこからですねアメリカの金融当局早期対応ということで、まあ、警戒感が後退してショートカバーが優勢となったということなんですけれども、はい、欧州参入から再び上値が重い展開となってきておりますオーストラリアドル円なんですけどチャート形状的には4時間足ボリンジャーバンド一目均衡表下落トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルがあ買いシグナルが点灯ですね。 4時間足亡ニンジャーバンド一目均衡表評ラクトレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでオー,ストラオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をすると通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ドット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円。合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。